これめちゃくちゃいいやん。こんな感じめっちゃ良くないこれ。生誕なんか一個の作品みたいだ。生誕読ませていただきます。よし、愛してるよ、コメちゃん。著者、比較ゲームズ。コメちゃん、誕生日おめでとう。アツクラメンバーからの誕生日メッセージです。ありがとうございます。ペロ。比較さん。コメちゃん、誕生日おめでとう。正直、いつから仲良くなったか覚えてないけど、一緒にランチ会したり、激辛ペヤング食べたり、いろいろな思い出ある。可愛い後輩って感じだけど、サンチャンクでは結果も残してたり、新しくアパレルも始めたり、挑戦し続けてる姿勢はマジで尊敬してる。マイアンとのコラボでも、コメちゃんいれば絶対面白くなるから、よかったらまた撮影とかしようね。この前キャンプをさせてくれてありがとう。12月ランチ行くぞ。改めてお誕生日おめでとう。素敵な一年になりますように。なんか楽ってひかくさんありがとうございます。いやー、なんか嬉しいね。なんかもう単純に大好きだわ、比較さん。なんか多分最初の大事にさ、めちゃくちゃ腰低くて、比較さん。なんか成功してる人間の手本みたいな姿勢を見せられた記憶がある。あ、これ一番嬉しい。このコメちゃんいれば絶対面白くなるからって、これがない一番嬉しいよね、これ言われるのが。まあどうする、誰呼ぶってなって、まああいつ呼んどきゃ面白くなるでしょって言われるのが俺一番嬉しいから、そういう人間になりたいから、もうゴリゴリに盛り上げさせていただきますので、また撮影ぜひ呼んでください。いやー、なんかいろいろ取りまとめてくれたりもしますしね、毎回毎回。こういうのも本当に人徳だよね、比較さん。大尊敬、ありがとうございます。リゾ君、おいおい、なんだこの重厚な、こうぎゅうぎゅうパンパンにサービス精神旺盛のこのぎっしりのところか。これ、とりあえず読ませていただきます。義賊、アナ将軍おめ、また飯食いに行こう。待って、裏ある？あ、裏ねえわこの俺逆におもろいまであるけどね。いやー、貴族さんありがとうございます。びっくりした。コアロンさん、コメショーお誕生日おめでとう。いつも髪や服や顔がかっこよくて尊敬しています。ここまで見たら俺小学生からファンレター読んでるみたいだけどな。どうやったら少しでも近づけるか常に考えさせられます。素晴らしいチェーンしてね。また今度フィリピンバンブ行きましょう。また今度って行ってないからね、俺一回もフィリピンバンブ一緒に。フィリピン、いやちょっと待って、知らない知らない、このフィリピンバンブに関してはマジで事故普通に。おい、誤解だって、本当に行ってないですこれ。フィリピンバンブ行くか、じゃあ一緒に。コアロンさん、おごりでお願いします。フィリピンパブ相場わからないんで。いやね、ちなみになんだけど、コアロンさんかっこいいんよ、めっちゃ。コアロンさん顔長いとかいろいろいじられてるけど、コアロンさんね、生で見たらね、めっちゃかっこいいよ。清潔感もあるしね、コアロンさん。部屋マジで汚ねえけど、ありがとうございます。また今度フィリピンパブ一緒に行きましょう。次、ピーちゃん、君がこのテキストを読んでいるということは、何らかの理由で私はもう11月29日にいないのだろう。すでに知っているかもしれないが、私は君がダイヤの方に手を染めたあの日から、例の組織を探すために幾度となくタイムリップを繰り返しているのか。おめでとう。もう世界観なんか夏目漱石のなんか書き始めの文章読んでるみたいだったら、なんか気持ち的には癖がすごい強い。ポンピーさん、ありがとうございます。なんか前半の部分はちょっとよくわかんないですけど、ダイヤ泥棒に手を染めたあの日から、懐かしい、マジで懐かしい。ポンピーさんが自分の拠点の横にレッドストーン回路を使った鍵付きの倉庫作ったんですよ。すごいいい話じゃない？
誰に頼まれたわけでもなく自分が楽しいと思って赤石を使った倉庫を作った。もうめちゃくちゃなんかいい話だし最高に可愛いエピソードじゃないですか。ほんで赤石部部長の俺は、そのレッドストーン回路の機構を知ってるから、あの鍵をこじ開けてそこからダイヤを盗んだの。あのマイオン拠点に来た時にあのダイヤ1個ずつ取ってたんですけど何やらバレてたらしいですね。はい、罪は償おうかなと思います。いつかありがとうございます。コミさんまた飯行こう。次メスさん、コミ将軍へ誕生日おめでとう。思い返せばコミ将軍とアツクラでいろいろな思い出があったような気がしたけど特になかった。あーあったよかった後ろにあった自分のオリジナリティが出せないからといってビジネス初心者にいつまでもすがるのをやめましょう。麻雀大会の恨みはすいません。リベンジさせろください。おめでとう。何なんかおめでとうで帳尻取ろうとしてんすか全部何定期的に挟むおめでとうでなんかトントンにしようとしてんすか。ほぼディスだけどなメスお兄さんより。はい、メスおじいさんありがとうございます。いや結構あるけどな思い出。メスさんとなんかあると思います多分思い出は。またやりましょう麻雀。ありがとうマロチン。米翔さん誕生日おめでとうございます。まあ僕米翔さんの僕と米翔さんの仲なんで多くは語りません。ただ一言だけお誕生日おめでとう2回同じこと言うなただ一言だけ言ってんねんここで。なんでこんな突っ込ませることばっかりなんや。他の人見てたらこんなんじゃなかったぞ俺。おめでとうありがとう。まあアパレルの先輩なのでマロくんはいつかマロくんとポップアップとかアパレルでできたらいいね。ありがとうね。次タイタイ、ごめんしょ誕生日おめでとう。これだけは言わせてください。また焼肉行こうやタイタイ。もう言うことなくなって戻るやんタイタイ。タイタイと焼肉行った話は配信で5000回してたもん。これ5001回目なんですけど、なんかあの2人で焼肉食いに行って焼肉屋さんが美味しかったねっていうこの思い出しかないから一生この話をしてるんですけど、そんなことはないですよ。いろいろあるんですけど昨日の配信にも来てくれた。大体うん、ありがとう大体。あ、キョキョさん、コメさん、あなたがビールを飲んでいるところをカナダ旅行の時に見てしまいました。麦ですよね。麦将軍に改名してください。おめバイキョキョありがとうございます。よくわかんないですけどキヨキヨさんの付き合いもマジで長いな。4年ぐらいキヨキヨさんと一緒にあの過ごしてあんまり何言ってるかわかんないっていうのが分かったことなんですけど、一緒にビール飲みましたねカナダで。キヨキヨさんありがとう。麺めっちゃぎっしりじゃん麺が。嘘やん。読みます。オモポピータリムンだけバラのテイ僕のリンタンポポゴッテ親ぐるマギクイシイチューリップけどカウボツ花の名前を抜いたらメッセージが出てくるよ頑張ってね。だるもう押してんだよ時間。いやーちょっと抜くか。いやーでもなんか仕掛けを作ってくれてありがとう。ちょっとじゃあ読むわ。ポピーは花だよね。思う。で、アリエルだけ。アリエルの花だ。思った。で、バラのテーブルの花だね。思ったんだけ。思ったんだけ。バラのテーブルの花だ。思ったんだけど。リンパンとかだいいね。スズラン。むずいよね。思ったんだけど、リンゴって美味しいけど、皮むくの異常にむずいよね。これなんか別の宅のお客様のこれ、伝票じゃないですかね、これ。これちょっとクーリングオフで戻します。この1ページは。なんかこれに意味が込められてんのか？リンゴって美味しいけど、皮むくの異常にむずいよね。なんだこれ？裏ある裏。裏ねえわ。裏ねえわ。どういうことやねん。おめえが初めてだよ、おめでとうすらないの。
なんだ頑張ってねって、ありがとうメン。昨日はでもメンサンタがメンバーシップ50件のプレゼントくれましたね。コメント欄のほとんどの人がメンバーシップの登録者、なんかスタンプついてました。メンありがとう。マグニーさん、米謙虚ですね。しかし将軍には力強い気持ちが見えます。ご自身のイケてる具合を理解しつつ、そんなことないとないんだよと言った謙虚さも感じる日頃の米賞をまんま表した名前だと思います。キャンプでの薪割りがスマートすぎて将軍そのものでした。めっちゃ長い。米イコール謙虚、将軍イコールイケメン、こういう構造ですね。構図ですね。わかります。米は炊き上がった後に混ぜると美味しくなるように、いじられて美味しくなる。パンダと欧米感を出してしまうので将軍と合わない。適当だと思われがちですが、ご自身を理解した上での最高のネーミングですね。今後も美味しさを最大限に生かしたスタイルで頑張ってください。自分でも何を言ってるかわからなくなってきました。お誕生日おめでとうございます。これからもみんなから愛されるイケメンとして活躍してください。応援しております。 PS 長野で冬キャンプやろう。マーグスさん、ありがとうございます。これチャット GPT が考えてないですか、マーグスさん。これこれマーグスさん、これ絶対チャット GPT に書かせたでしょ、これ。なんか文才みたいなもこんな文書けるんですか、すごいな。ほんまかこれ。嬉しい。マグさんね、ちょ、もう一人一人買っとってたらマジで長くなるな。マグさん本当にいい人なんですよね。もう、マグさんこそ、あの、年上の、あの、先輩ですけど、本当にね、なんかいい意味で何も気を使わないようにしてくれるというか、時に失礼なツッコミもしてしまうことありますが、全部笑いに変えてくれるマグさん。優しく。ありがとうございます。大好きです。ジャジャさん、コメ将軍へ、誕生日おめでとうございます。いつも知性のある陽気なポンコツっぷりに楽しませてもらってます。ありがとうございます。知性のある陽気なポンコツってなんかちょっと相反しますけど、まああれですよね、あの、甘じょっぱいみたいな感じですよね。ジャスさん、ありがとうございます。あとなんか最近建築、意味わからんくらいでかい建築建ってますけど、普通に怖いっす。普通に。人間ができるあのレベルの建築じゃ、甘栗、俺甘栗やってなかったと思ったんですけど、あの普通に建築すごすぎてビビってます。ジャスさん、ありがとうございます。あ、まだあった、ごめんなさい。この開業の仕方ねえ、これからも愛くしるしいキャラクターでみんなを笑顔にしてください。たまにめっちゃいいコメントしてるなと感心してます。素敵な一年になりますように。めっちゃいいコメントしてくれてるじゃん。すいません、ジャスさん、ありがとうございます。誰かいんな、この辺に。誰かが。なんか絶対これ。サンダーだ。あ、待って。なんか聞こえる。え？幻聴？あ、に、パート、これリピートだ、これ。リピート。リピート設定だ、これやばい。年末まで続くこれ。え、どこだ。え、なんか花束めっちゃ落ちてんだけど。距離限制かかってる。待って。距離限制かかってるぞ。こんばんは。おだめ。お嬢、ありがとう。おめでとう。ありがとう。ちょっとごめん。ちんたら読んでたらめちゃくちゃ時間かかっちゃ…心ゆくまで読んでくれよ。めちゃくちゃ時間かかっちゃってる。ごめん、みんなのコメントが面白すぎて。練習しなくていいから、こちらは大丈夫。日付が変わる前に言っとかないとと思って。いやありがとう。お嬢、じゃあ今からここでお嬢の読み上げるわ。25ページ目。25ページ目。ちょっと待て。そう。あ、ちょっと待って。やめてよ。いなくなってからがいい？どっちでもいいけど。あ、ちょっとそれはあれだね。デリカシーないね。確かに。だよ。うん。無事ありがとう。じゃあ、適当にしとくから。うん。いや、ごめんね。ちょっと配信、ちょっと枠取ってもらったのに。いい誕生日。
過ごすよな。うん、ありがとう。ツンデレだね。過ごすよな。過ごすよな。脅迫ベースなんですか、そんな。過ごせよな。あ、はい。過ごさせていただきます。まあ、あと50分ぐらいしかないですけど。うんうん。ありがとうね。じゃあちょっとまた後で連絡します。ゆっくりゆっくりね。うん、ありがとう。音楽もありがとうね。それ。音質良すぎだろ。どうやって流してんだあれ。本人より音質が良かったあの音楽。ありがとう。お嬢ありがとうね。息ですね。よし。次。あ、どうぞサンダー。米将軍が絶対言わないこととかけまして、酒井サンダーが忍者になっちゃったときます。え、どういうことだこれ。サンチャンクのイチャモンでしょう。サンチャンクのイチャモン。サンチャンクのイチャモンね。サン。お、すげえ。めっちゃすごい。え、めちゃくちゃうまいやん、ドズさん。終わりだ、これで。ドズっちです。あら、もうマジでね、ドズさんに関しては、なんかあったらドズさんに聞いてたし、いろいろマジで本当にね、助けてくれた方なんで、いや、もう25歳のコミショが本当にお世話になりました。なんとかギリギリ、飯食えるようになりました。ありがとうございます、ドズさん。来年も遊びたいっすね。ボンさん、米将軍誕生日おめでとう。いつもいじってばっかりごめんね。でも米将軍のことが好きだからついついちょっかいかけちゃうのよ。米将軍がいないと苦しくて苦しくてたまらないの。だからお願い、そばに置いてね。今はあなたしか愛せない。おい昭和チックなんだよな、なんか令和のメンヘラじゃないんだよな、これ昭和のメンヘラなんだよな、ボンさんのこの文の書き方。待てよ、これなんか聞いたことあるな、これでも。あれ？テレサ10。やってた、俺の率直な感想。ちゃんと昭和だわ。ジェネギャを正面からぶち込んでこないでください。モンさん。みんなさ、みんなボケすぎじゃない？え、なんか俺もさ、他の人の配信見てるけど、こんなんだったっけ？行くか、次。モリちゃんだ。コメショーお誕生日おめでとう。アパレルもおめでとう。割と服を選んで買う習慣がないので、マロくんの服ととりあえず着たりしてるので、バリエーションが増えて助かります。ありがとう。おいおいおい尊すぎんだろこのメッセージ。オンリーちゃんありがとう。え、なんかこれもう100点の文章じゃないこれ。あ、ねだられてる、もしかしてこれ。あ、これよこせってこと？俺が。あ、はい。あ、じゃあ送らせていただきます。僕のポケットマネーから。全然違う、全然この文章なんか可愛く見えなくなってきたわ。オパレルもおめでとう、嬉しいな。誕生日おめで服くれと一番濃い本心が真ん中に挟まっとるな。誕生日おめでとうという、あの当たり障りのないバンズに一番本心が挟まっとんな。ねえ、なんかあげるよ。じゃあ次、オラフくん。コメさん誕生日おめでとうございます。いつも絡んだ時突っ込んでくれて嬉しいです。コメさんいるとめっちゃ安心します。なんかまた一緒にゲームできたら嬉しいです。ぜひやりましょう。素敵な年になりますように。オラフくんありがとう。オラフくんね、一応関西人だから、アツクラでオラフくんに絡んだとき、なんかほぼ 100% の確率でなんか突っ込んでる気がするな。この前の桃鉄めちゃくちゃ面白かったくない？オラフくんとドズルさんとメンと桃鉄やったんですけど、めちゃくちゃ面白かった。ぜひアーカイブ見てほしい。俺があの牛歩カードを購入して、もう全員の態度がコロッと変わって、もうメンとドズルさんは、コムショークさんかっこいいっすみたいな、コムショークさんについていきますみたいな感じで、で俺もまあ、ね、牛歩持ってっから、こっちは。こちらに向ける態度でね、まあ、それも話も変わってきますよ、みたいな感じで、やってたら、オラくん、人のカードを、奪えるカードを持ってて、コメさん、奪うよ、っていう、普通に言われて、奪われて俺に牛歩打たれた、逆に。めちゃくちゃ面白かったな、オラくん。一緒にぜひ、やりましょう。その時は 100% 突っ込みます。
ありがとうね。あとスイカ頑張ってね。スイカ2個作って早く伝説になってね、オロフくん。カズさん、コメショウくんお誕生日におめでとう。お祝いの席でこんなことを言ってはいけないと思うんですが、先日こちらに遊びに来た時にパンや麺を美味しそうに食べてる姿を見て、しょうがいいでしょ別に俺だって。野球選手もプライベートサッカーしますよ、そんなそんなもんでしょ。ありがとうございます。面白いなあ。いや、まだあった次。いや、それでいいと思うんです。裏で食べてる分にはいいと思うんです。これからもパンや麺を食べていたことは秘密にするので、動画内だけは声好きでいてください。全国放送されてます。すいません、もう遅かったです、もうこれ。ありがとうございます。いやー、カズさん、またちょっと福井お邪魔させてください。めちゃくちゃ楽しかったんで、あの薪割りの極意学んだんで、カズさんに薪だけ割らせてください。よろしくお願いします。あと4ページだ。お嬢だ、コメちゃんお誕生日おめでとう。一緒にエンダラ討伐始めてもう4ヶ月。最初は声の関係でうまくやれるか心配だったんだよね。でもいっぱい言葉を拾ってくれるし、お話も広げてくれるから喋っててめちゃくちゃ楽しい。始まりは悔しい気持ちだったけど、一緒にチャレンジ始めてよかったと思ってます。他にもいろんなチャレンジ一緒にやりたい。鬼畜配信のお誘い待ってます。ううありがとうございます。いやー、お嬢はシンプルに嬉しいな。そうか、もう4ヶ月も経ったんか。まあ確かに最初そういう形式ってなると、まあ、若干会話にラグがあるし、なんかこうやりにくかったりすんのかなみたいな、俺もなんか思ったりしたんだけど、え、マジでもうなんか喋ってると本当になくなったね、そういうのは。うん、なんか向こうも向こうでうまく話し合わせてくれるし、俺も俺でなんか、いや、タイミングも分かるようになったし、まあもうマブですね。はい、喋っててめちゃくちゃ楽しい。もう好きやん俺のこと。好きって言えよ、じゃあもう周りくどく言わないで。縦読みか、これ。縦読みで愛してるとか書いてんじゃないか、これどっかに。好きだけど、え、あ、いや、その直接、あ、いや、あの、その直接的に言われますとですね、我が輩もそれはあの、また対処の方を考えないと、我が輩もまた対処を考えないとなりませんので、またちょっと後日連絡させて いただきます。一番一緒に配信した回数が多いアツクラメンバーになりますが、あれ、あ、いた。すいません、まだ終わってないです。後回しにしていいことあったか。すいません。お嬢、お嬢、俺も好きだよ。サンダー爆笑中よかろう。おい、強めに突っ込んでくれ。低低族が湧く、やめろ。どうにか笑いにしてくれ、きつい。ちぃ、ありがとうね。では、ありがとうございます。ルザックン、コメショー、たまめ、普段の鬼畜系撮影とかでもどんどん頼りになってきて、日々成長精神ナイス。おい、泣くって。東京行った時とかもずっとお世話になってばっかりやから、今度行った時はワイワン暮らしグループのこともいろいろやってくれたの。一番泣く。嬉しい。ありがとう。いやー、ふざくん今日タンプレ送ってくれたんすよね、俺に。牛タン、牛タン送ってくれて、あ、ありがとう。いや、全然世話してないよ俺。多分ルザックに飯とかおごってもらったら、多分マジで泣くで、涙で。おい、これドリアだよな。しょっぺーよこのドリア。なんでだろうな。このチーズケーキしょっぺーよって絶対なる。 ありがとうね。頑張ります。甘栗、お誕生日おめでとうございます。ごめん将軍さん、もうえって。誰やねんお前。順番変えてくれ。コメ将軍さんは幼稚園の頃からの知り合いで、小さい頃はよくおもちゃの取り合いで喧嘩とかもして、一緒に先生に怒られたね。でも最近はとんかつに誘ってくれたり、とんかつを誘ってくれたりして、幼稚園の時よりもいい関係を築けてると思います。
てめえ北海道出身だろ、どこの幼稚園からやってたよお前。これからもよろしくお願いします天栗。あ、確かに俺の通ってた幼稚園になんか前に北海道からジェット機で来てるやついたわ。あれお前だったんか、ありがとう。最近はとんかつにさせてくれたり、とんかつを吸ってくれたりして。え、俺もっといろんなことやってるけどな。もっと経理関係とかなんかイベントごととかやってるんですけど、これ多分とんかつが一番でかかったんだろうな、功績として。天栗ありがとう。いや、なんかちょっと二人とも頑張ろうな。12月3日3日後に3着2周年迎えるんですけど、2周年から3周年にかけてはね、頑張りましょう。ふざくん、天栗ありがとうね。まあ俺たちはまだまだポテンシャルある族だとまだ思うから、僕は頑張っていきましょう。たくさんいろいろメッセージ読ませていただきました。1時間ぐらいで終わるかなと思ったんですけど、ちょっと全員突っ込むところが多すぎて倍ぐらいかかってしまいました。